創世記4章、カインとアベル。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主の助けによって男の子を得ましたと言った。また彼女はカインの弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。月日が流れ、カインは主に供え物として大地の作物を捧げた。アベルもまた羊の産子を取り、その脂身と共に捧げた。主はアベルとその供え物に目を留められたが、カインとその供え物とには目を留められなかった。カインはひどく憤慨して顔を伏せた。そこで主はカインに仰せになった。なぜ憤慨するのか、どうして顔を伏せるのか。お前が正しければ顔を上げればよいではないか。お前が正しくなければ罪が戸口で待ち構えているようなものではないか。罪はお前を慕う。だがお前はそれを抑えなければならない。カインは弟アベルに、野原へ行こうと言った。さて二人が野原にいた時、カインは弟アベルに襲いかかって彼を殺した。そこで主はカインに仰せになった。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人なのでしょうか。主は仰せになった。なんということをしたのか。聞け、お前の弟の血が土から私を叫んでいる。土は口を開いて、お前の手から弟の血を受けた。今やお前は土に呪われる。お前が土を耕しても、もはや土はお前のために実を結ばない。お前は大地をさまよい、さすらうものとなる。カインは言った。私の罪は重すぎて耐えられません。あなたは今日私をこの土地から追放されます。私はあなたの目の届かないところに追いやられます。私は大地をさまよう、さすらうものとなり、私を見る人は誰でも私を殺すでしょう。主はカインに仰せになった。ならばカインを殺す者は誰でも7倍の復讐を受けるであろう。そして主はカインを見ても、誰も彼を撃ち殺すことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を退き、エデンの東喉の地に住んだ。カインの子孫と文明の始まり。カインは妻を知った。妻を身ごもってエノクを産んだ。カインは一つの町を建て、その子の名にちなんでその町をエノクと名付けた。エノクにはイラドが生まれ、イラドにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻を迎えた。一人の名はアダ、他の一人はチュラと呼ばれた。アダにはヤバルが生まれた。ヤバルは天幕に住み、家畜を飼う者の始祖となった。
その弟の名はユバルといい、たてごとと笛を奏でるすべてのものの始祖となった。チェラにはトバルカインが生まれた。トバルカインは青銅と鉄で種々の道具を作る鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマと言った。レメクは妻たちに言った。アダとチェラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言葉に耳を傾けよ。私を傷つけるならば、私は男を殺し、私に打ち傷を与えるなら若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍。セトと子孫と祭儀の始まり。アダムはまた妻を知った。彼女は男の子を産み、カインに殺されたアベルの代わりに、神は私にもう一人の子を授けてくださいましたと言って、セトと名付けた。セトにも男の子が生まれ、その子をエノシュと名付けた。エノシュは主の名を呼んだ最初の人であった。アーメン。今日もお疲れ様でした。あなたの上に神の祝福とご加護がありますように。サイクサクララがお届けしました。おやすみなさい。